僕に何が伝えられるだろうどうやったら人の役に立てるだろうそんなことをずっと考えてきました。僕は自分の考えを人に発信することで、その人の解釈の幅を広げたり、そして考えの幅を広げたり、そうすることで人の現状を良くできる、そんなコーチに憧れました。なので僕は馬券術の 発信をこの動画で行っています。今回は、開幕集知らないと、年間30万、40万はあっという間に損してしまう、開幕集の罠、開幕集イコール先行有利ではない、というテーマでお話をしていきます。今回の内容を理解していないと、あなたは、えー、毎週 Twitter や Facebook、えー、そして Instagram といった SNS で、バケン当たったやったーと、 そんな投稿をしている人を見ていいなぁと、ただただ羨ましく思い、自分の成績は上がらないまま、そんな悔しい思いをすることになってしまいます。しかし、これを理解していると、あなたは、週末から分けんで得た収益で好きな人、大切な人と高級料理店に足を運ぶことだってできます。そうなることで、あなたの大切な人は目を真っ赤にして、 ありがとうと言って、あの8切れんばかりの笑顔で感謝してくれること間違いありません。あなたを起点にして、あなたの大切な人の笑顔が増えるんです。そして、あなたの好きな人、大切な人は、馬券しかっこいいと、そんな風に言ってくれること間違いありません。では、その後ために何を知ったらいいのかというと、開幕週イコール先行より内枠有りという定説を疑うということです。 これはどうすればいいのかというと、たった一つのステップを踏めばいいんです。それは、開幕週の週のレース映像をこの目で確かめるということです。一番いいのは土曜日のレースです。土曜日もしくは午前中のレースです。なぜかというと、ちょうどこの動画を撮っている2年前、2016年の毎日オーカーが行われた東京競馬開幕週のことでした。 その時は、えー、開幕州で島の状態が良好だったため、えー、誰もが、ほとんどの人が、まあ、内枠有利、先行する馬が有利だろうという、えー、定説のもともちろん馬券に挑んでいました。しかし、この州は開幕州であるにもかかわらず、力のある、えー、内枠の馬、もしくは、先行馬が潰れ、人気したとしても、外枠から刺してくる馬がどんどん対応、対等したんです。外から刺してくる馬がどんどん対等したんです。つまり、この事実から何が言えるか、 たとえ開幕集であったとしても、内枠有利、先行有利、内側を通った馬だけが有利というのを決めつけずに、その日のレース、その日の午前中のレースを見ることが大事なんです。あなたは、今のまま現状を変えたくて、今の現状を変えたくて、この動画にたどり着いてくださったと思います。本当に何千万分の1という確率でこの動画に出会ってくださって、あなたに本当に感謝しています。ありがとうございます。なので、そんな行動力のあるあなたに、今すぐ、 これだけは覚えておいて欲しいことがあります。それは、開幕集であっても自分の目でレースを確認する。それでは、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。失礼します。えー、この動画を最後まで見てくださりありがとうございます。えー、なお、僕の馬見実の全貌というのは、えー、この動画の中では明かしていません。なぜかというと、ここで話すととっても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので、 えー、この動画説明欄にあります、えー、ブログリンクにて、ブログにて、えー、僕のバケン術を全部明かしています。えー、この動画を見て意欲が高まっている今が、あなたが一番バケン術が頭に入りやすい時間なので、タイミングなんで、今すぐ、えー、下記のブログリンクをクリックしてください。えー、なお、このブログは、えー、僕のバケン術無料電子書籍付きのブログとなっています。えー、数も限定してあります。え、もうすでに受け取ってくださった方からは、えー、本当にま、正直怪しいと思ったし、 まそんな上手い話があるとわけないと思ってバカにしながら、えー、受け取り申し込みをしましたが、えー、内容を見てそんなものではなく、えー、申し訳なく思いましたと。えー、その日なんか、えー、謝罪のメールとかも来たりします。まあ全然気にしないんですけど。えー、まあそれは信じ、まあ信用がないね、僕なんで。まだあなたにとって僕に信用があるわけないんで、それはしかないことだと思います。まあでも内容を見ていただければと思っています、えー。そして、えー、今回は、えー、僕とあなたの欲望の10交換だとも思っています。 なぜ、どういうことかというと、えー、僕は人の解釈を増やし、人の考え方を増やし、えー、その人の現状を良くするという欲望を叶え、あなたは今を何とかしたい、今の現状を何とかしたいという欲望を叶えてください。えー、そうすることでこの動画、そしてブログの意義を作って作っていけたらと思っています、えー。それでは本当に最後まで見てくださり、えー、そして僕に出会ってくださりありがとうございました。えー、下記のブログリンクにてお待ちしてます。えー、失礼します。ありがとうございました。